こんにちは、デント2025戦です。今回はバスコレを開封とついでに現在所有している西武バスと東北を走るバスを紹介します。今回はこちら、私のバスの町のバスコレクションの西武バスと東北宮城交通の2台セットを紹介します。まずは宮城交通はパッケージはこんな感じ、まあ、後ろもこんな感じです。でこんな感じで入っています。西武バスはまあこんな感じ、まあこちらの塗装と同じくこんな感じで所有して、こんな感じで色第22ランドを含まれてたのと、こんな感じで、まあ、パッケージはこんな感じ。まず西武バスから開けてまいりましょう。西武バスの新型やでした、うん、こんな感じで、こんな感じです。第22弾の比較したら、うん、こちらね、大阪の南波の部分で買った第22弾。これはね、もう人気があったからもう2000円しましたよ。でも手に入れてよかったと思います。こちらが今回買った西武バスの新型エアロス、もうデザイン的に色近い。ちなみにこっちの新型エルガーはもう絶版にしたので買ってよかったですね。もうこれと合わせて西武バスの新型エアロスターは2台となり、こんな感じで西武バスは揃いました。ま、続いて開けてまいりましょう。続いてこれ、まあ東北のバスはこんな、宮城交通はこんな感じで入って、パコって開ければこんな感じ。まあ早速開けてまいりましょう。こちらも宮城交通の新型エールがこんな感じ、うん、もうフルカラー LED です。で続いてエアロエースはこんな感じですね。で東北のバスで並べと、まあついでに所有のバスも紹介していきたいと思います。まずは西武バスから新型セリガ、こちらは関越道のセットで含まれていたものです。こちらは西高のワンステップバス、こちらは第11弾で含まれていたもの。こっちは全国バスコレクションの通常の5つエールが、こちらは私たち町のこれバスコレの新型エルガです。こちらは第22弾で含まれてた新型エアロスター、そしてこちら今回ゲットした新型エアロスターの私たち町のバスコレクションです。
まあ、続いて東北、こちらは新型エルガミオの秋田中央交通で、こちら今回ゲットした宮城交通の新型エルガで、こちらは仙台市交通の新型エルガ、こちらは第日のブルニの5台セットで含まれてたブルディ2です。こちらは全国バスコレクションのイスルエルガのワンステップ、こちらは JR バス東北の新型セリガ、こちらは事業者検定だけど E5 色は2台所有しています。こちらは JR バス東北のエアロエース5年、まあ新型セレガのセットで5年前につくばエクスエス祭りで購入したものです。そしてこちらは今回ゲットした宮城交通のエアロエース、こちら前回開封動画で出して紹介しました新型セレガのセットです。こちら宮古交通の新型セレガのセットで、最後はこちらアイツバスの新型セレガのライン、そして今回を企画するとこんな感じですね。まあ買うとこんな感じ、新型エアロースター第22弾と今回ゲットしたのと合わせてこんな感じで買ってよかったと思います。で、宮古交通と合わせればこんな感じ、もう仙台市交通局も並べればこんな感じですね。今回買ったバスはこんな感じで、こんな感じ、まあ新型エアロースターと宮城交通の50周年記念セットはイモンの横浜店でゲットしたものです。11月3日イモンの横浜店でゲットして、ま、したものです。ではご視聴ありがとうございます。またコメントよろしくお願いします。それではさようなら。